浄化せよ。前線浜屋通過だ。何？哀れなる方、逆と破壊神が圧。あっち含め。どうしたか。
ゴーマに食わせる魂などないわ。12000年ぶりか、反逆者アスラ。デュース様のおっしゃられたことはまことであった。ワイゼンを打ち破ったアスラの前に現れたかつてのライバル、ヤシャ。ヤシャはあくまで冷酷に圧倒的な力でアスラをあしらう。だがその時、ヤシャの放った一言がアスラに火をつけた。哀れな男だ。今度こそ永久に休むがいい。貴様、ヤシャか。何のために蘇ったアスラ。
敗北した。この時全ての意味を定まったのだ。今の世界の断りなどな。その存在するだけで世界の秩序を破壊する。はずはない。この世界は救われるのだ。お前にできることなどない。ミスラ様は巫女として世界救済のためにその身を捧げているのだ。むしろ誇りに思うがいい。今何と言った？苦しむミスラを誇りに思うだと？ああ、何度でも言おう。お前の娘ミスラ様は世界を救うために大義に準じておられる。何様のつもりだ？神様だ。
奴らだ。凄まじい怒りだな。だが、それすらも大義の前では意味のない。二度と蘇る。そこで我らの救済を見届けるがいい。夜叉の無慈悲な一撃によって両断されたアスラ。アスラの意識は再び狭間の世界へ。だが、その怒りは消えることはない。胸の中の炎に突き動かされるように、ただ光へ。ついたかい？さて、君はこれからどうする？君もまた彼らと同じ神だ。彼らの行いを認めるのならば、その魂を差し出し世界の一部に帰っていくべきかもしれないよ。まだ進むんだね。
それでこそアスラさ。君の魂は決してゴーマのものにもデウスたちのものにもならない。僕が探し求めていた素晴らしい強さを秘めている。デウスは世界を救っているつもりさ。でもそのためには君の娘ミスラが手放せない。ミスラ、そうとも。さあもっと思い出すんだ、君が前に進む力の源を。
流行るな。我を忘れるほど戦いに没頭するとは、だいぶ成長したな、アスラ。守る者が増えたというのに、このアレヨは何だ。それとも、それゆえか。守る者だと？気に入らん。戦いは、戦いのためになされるべきだ。あなたならそうだろうがな。この地域のゴーマは全て討伐した。戻るぞ。お父様が無事にお戻りですよ、ミスラ。お帰りなさいませ、あなた。ああ、あれが守るべきものか。あなたには理解できないかもしれないが、ドゥルガ。お兄様。逃げることはなかろうに。ミスラが泣くとどうしていいかわからなくなるようで。あやしてやればよいではないか。あの人が？どけ。悪くない、アスラ。抑えられない憤怒が気候を翻弄している。それでこそだ。我と組む気はないか、アスラ。何時と我らならより効率的にゴーマを駆逐できるが。しつこいぞ。アスラよ、ミスラは巫女となるべき大事な器。気をつけて育てることじゃ、不器用なりにな。本当に不器用だ。でも僕は嫌いじゃないよ。それに君の魂の炎の拠り所が分かったし、つまりアス、君は。やめろ。え？なんだって？泣くな。やめろ。泣く？何のことだい？君は何を？
八神将のあなたもこの子にはかなわないのですね。よくわからん。私は思うのです。あなたはこの子にただ幸せな。なぜだ、アスラ。一体君は何に怒っているんだい。その人間の原点は一体。シャラアトゥラマーナ、シャラアトゥラマーナ、シャラアトゥラマーナ。Oh.